昔、江戸の町にあった佐賀藩当主鍋島家の屋敷、森半円という侍が仕えておりました。ハエモンは長い間一匹の猫を飼っておりましたが、その溺愛ぶりは大変なものでした。我が子のように食事を与え、膝元で可愛がり、夜は寝床へ連れて行って一緒に休んだりといった始末。この猫、全身が真っ黒で、目は赤く光る。そしてなんと、おっぽは二つに割れておったのです。ハイエモンは可愛がっている猫のことなので、そんなことは気にも留めずにおりましたが、いつの日か、ふとその猫は行方知れずになってしまいます。ハイエモンは猫を探してあちらこちらを訪ね歩きましたが、一向に見つからず、どうしようもなく、そのままになっておりました。さて、その翌年の春、鍋島家の殿様が家来を集めて和歌の会を催した時のことです。殿は夜が更けるのも構わず和歌の創作に熱中していました。そんな時、屋敷の庭先にどこからともなく恐ろしい猫の化け物が現れたのです。猫は殿の方へダッと走り寄り、まさに喉笛に食らいつこうとする。とっさに殿はそばにあった刀を抜いてズバッ、猫の眉間を切りつけました。傷を負った猫は屋敷の塀を飛び越え消え失せていったのです。その後、役人がこの猫の血の跡を追っていくと、それはなんと半右衛門の家の裏手へと続いているではありませんか。半右衛門は中心だったため音がめはありませんでしたが、しかしやはり今回のことは行方知れずになった半右衛門の飼い猫が怪しい。そういうわけで半右衛門が家の中を調べたと、床下からバラバラになった人骨が出てきた。これはおかしい。最近この家で人死にが出たということも。ハイエモンがそんなことを思案していたところで、どうも年老いた母の様子がおかしいということになります。母が奥の間で何やら騒ぎ回っていると、ハイエモンが母の部屋へ押し入ると、母の姿だったものはたちまち化け猫の正体を表して障子を蹴破って屋根を飛び越えて逃げていきました。飼い猫が化け猫となって母を食い殺してその姿になり変わっていたのです。このことは殿にも報告され、屋敷の周辺で猫狩りが行われる騒ぎになりましたが、ついに化け猫が見つけ出されることはありませんでした。そしてこの事件はこれから巻き起こる佐賀鍋島の化け猫騒動の序章に過ぎなかったのです。江戸にあった鍋島家の屋敷には大層見事な桜の花がありました。殿はこの桜を佐賀の奥元にいる奥方にも見せたいと考えて、桜の枝を折って、それに和歌を書き記した短冊をつけ、小崎十右衛門という家来に命じて佐賀まで桜を届けさせることにしました。十右衛門はこの命を受け、昼夜を問わず佐賀へと急ぎましたが、どうも江戸を出発した日から体が異様に重く感じる。体に何か重いものをくくりつけているようで、歩きにくくてしょうがない。不思議に思いましたが、心当たりもないし、どういうわけだか全くわからない。道中を歩く十右衛門の姿は、他人の目には何か肩に荷物を背負っているように見えたということでした。十右衛門はほどなくして佐賀に到着し、すぐに城内へと入って、奥方に桜の枝を渡しました。十右衛門が任務を終えて城を退出した後、不思議なことに今まで重かった体が急に軽くなったということです。十右衛門もこのことを不思議に思いましたが、わけもわからないので、とりあえず一日休息をとって、その後江戸へと帰っていきました。さて、奥方が桜を受け取って数日後のある夜のことでした。深夜2時ごろ、奥方の座敷の方がしきりに騒がしく、建物がきしむような尋常ではない音がします。屋敷の家来たちが驚いて奥座敷に入ろうとしましたが、襖や障子がまるで鉄の門のように固く閉ざされて開けることができない。座敷の中からは女たちが泣き叫ぶ恐ろしい声が聞こえてきます。家来たちがどうしようもなく途方に暮れていると、
しばらくして静かになり、今まで開かなかった襖が何の問題もなく開きました。ようやく座敷に踏み入った家来たちはその異様な光景に目を疑いました。座敷にはおびただしい血が辺り一面に撒き散らされていました。しかし奥方のお付きの女中たちはまるで何事もなかったかのようにケロッとしています。あら皆さん、そんなに慌ててどうなさったのですか。どうしたもこうしたも、この血は何があった。奥様が何か食べ物にでも当たられたのか、血をお吐きになったんですよ。ではすぐに医者を呼ばねば。私どもで介抱しておりますので心配には及びません。奥様も大したことはないとおっしゃっておりますし、医者はお嫌いなので、このままお引き取りくださいまし。家来たちは無理に奥座敷に入ることもできず、不審に思いながらもその場を退出しました。翌朝このことは城の重役たちの耳にも入り、大勢の女中が取り調べを受けましたが、いずれも奥様は食事に当たっただけで特別なことはない、熟睡していて気がつかなかったなど、とても動じているような素振りがないのは不思議なことでした。奥方が血を吐いたのに医者も呼ばぬとは。重役たちは不思議に思いながらも、奥方や女中たちが拒否したため、結局医者が呼ばれることはなく、その後日を追って奥方の具合は良くなっていきました。そしてこの頃、不思議なことがもう一つありました。佐賀の城下町の猫たちが一斉に行方をくらまし、どこへともなく姿を消したそうなのです。そんな出来事があった後、しばらくして江戸にいた殿様が佐賀の国元に帰ってくることになりました。無事城に到着した殿様は機嫌もよく、一家を挙げてのお祝いムード。久しぶりに奥方とも対面して、それはめでたいことでした。ところがその晩から殿様は急な高熱に苦しめられ、床についてしまいます。医者が呼ばれ手を尽くしましたが、病気が良くなる気配は全くない。殿様は日に日に衰弱していきます。これはつきもののせいではないかということで祈祷も行われましたが、こちらも全く効果がない。家来たちは困り果て、殿自身に何か心当たりはないかと、一番のお気に入りである大沢蔵之進という家来がお伺いを立てることになりました。殿、この度のご病気はもののけのせいかもしれません。殿自身にもし何か心当たりがあれば、この私めに遠慮なく打ち明けてはいただけませんでしょうか。蔵之進、情けないことだ。昼間はそれほど苦しくないんだ。だが夜の午前2時ごろになるといつも何者かが現れて私を苦しめる。なんと誰か人を呼ぼうとするが、息もできずうまく声が出ない。警護の者たちもなぜかその自分になると皆寝入ってしまう。武士たる者が妖怪に侵されると命は惜しくないが、無念なことだ。このことを聞いた蔵之進は重役たちと相談し、深夜殿のそばに根津の番をつけることとなりました。これには優秀な家来たちが志願し、数人が殿のおそばで宿直警護をすることになりました。宿直の家来たちはタバコのヤニやからしの粉を目にこすりつけたりして、絶対に眠らないようにと工夫をしましたが、しかし深夜2時ごろになると不思議と抗いようもない眠気が襲ってきて、皆一堂に眠りこけてしまったのでした。この失態を聞いた重役たちは宿直を務めた者たちを厳しく叱責し、今度は自分たち自らが宿直を務めることにしました。昼から午後8時まで十分な睡眠をとって準備は万端と、いざ宿直に臨みましたが、やはり深夜2時ごろになると皆一様にストン眠ってしまったのです。殿は度重なる失敗に落ち込み、重役たちもこれに胸を痛め、どう
したものかと途方に暮れてしまいました。いよいよ人間の力ではどうしようもない、一層神仏に頼らざるを得ないということになり、その結果城の近くにあった妙王院という徳の高い僧侶祈祷が命じられることになったのでした。その頃この妙王院のもとへ半年ほど前から足しげく通っている男がおりました。その男の名は伊藤壮太。壮太はもともと屋敷の使用人で、今は足軽となって鍋島家の武士の使いなどをしている人物。身分は低いものの2メートルを超える巨漢で、100人力ともいえる怪力を持った男です。壮太には立身出世の夢があり、何とかして領地をもらえるような功績をあげたいという願いを叶える願掛けのために、毎晩この妙院にお参りしていたのでした。そしてちょうどその願掛けが満願となる150日目の日、偶然にも祈祷を終えて階段を降りてきた妙院と壮太がお互いに顔を見合わせることになったのです。壮太を見て鍋島家に仕える足軽だと分かった妙院は、思うところあって壮太を寺に招き入れました。これほど熱心にお参りするのは何か訳があってのことじゃろ。その理由を聞かせてはくれまいか。願いの内容によっては私からもご本尊にお祈りいたしますぞ。俺には妻も子供もいますが、こういった身分で給金も低く家計も苦しい。だから俺は手柄を上げて出世して殿様にお目通りができるぐらいになりてんです。なるほど。そうだと、その願いのために命を投げ打つことはできるか。一日でも殿様の前へ出ることができりゃ、命なんてこれっぽっちも惜しくはねえです。承知した。では私も心の内を申し上げよう。昨今殿様がご病気なのはご存知じゃろう。深夜にもののけに襲われ苦しまれておるのじゃ。もしお主が一晩寝ずに宿直の晩を務め上げることができたら、立身出世は間違いない。妙院様、その役目ぜひ俺にやらせてくれ。翌朝、妙院は城へ赴き、殿の宿直には壮太が適任であると進言しました。しかし壮太は足軽という低い身分、そのようなものを殿のそばに置くのはどうかと家来たちは苦言を呈する。これを聞いた妙院は家来たちを一喝してこう言いました。おのおの方はこの一大事に何を悠長なことを言うておられるのか。殿の命をお救いするのに足軽であろうと乞食であろうと関係ないことじゃろう。壮太のような人間が現れたのは不動明王のご利益、ひいては殿の強運によるものじゃ。今すぐ壮太を呼び出して宿直の命を命じなされ。なるほど。蔵之進殿、そなたどう思われる。確かに明院様のおっしゃることには一理あります。万に一つで無事に宿直を務めることができるならば。しかし足軽風情を殿に近づけた上、もし同じような結果になってしまったら。足軽も殿の御用を務めるために召し抱えられたものです。そのものを登用したとして何の恥になりましょうぞ。こうして壮太は重役たちのもとへと呼び出されることになったのです。大勢の人々の前で果たして壮太がこの大役に適任かどうかを見定めようと、深々と頭を下げてその場に控える壮太に蔵之進が声をかけます。この度の大役、貴様に無事務めることができるか。はっ。もし失敗するようなことがあれば切腹を覚悟してござる。良い心意気じゃ。しかし今まで我こそはと思うものでさえ深夜になると不思議な力で眠らされてしまった。とても気合だけで乗り越えられるものとも思えんのだ。ならば俺の覚悟をお見せしましょう。
そう言うとソータは持っていた脇差しを抜いて自分の右膝へざくり深々と刃を突き立てました。ソータの足からは赤い血潮がドクドクと流れ出しています。見ている者は一同にハッと驚きの声を上げました。こやつ気が狂ったか。これで眠ることはねえでしょう。さあ日が西に傾いてきています。このまま俺を殿のお前にお出しください。あっぱれじゃソータ。足軽にしておくにはもったいない男よ。貴様こそ武士の鏡じゃ。一橋の領地をもらっておるわしらが情けないわ。おい誰かソータを手当てしてやれ。こうしてソータは殿の宿直を務める役目を仰せつかったのでした。そしてこのことは後々の鍋島家の運命を大きく変えることになるんです。それは妙院が祈った不動明王の導きだったのか、それともソータの願掛けが成就した結果だったのか、いや蔵の神の枝、もしくはソータの覚悟の結果だったのかもしれません。さてさて、鍋島の化け猫騒動、ここからさらに盛り上がってまいります。続きが気になるところではありますが、この後のお話はまた次回、どうかお楽しみに。それまで皆様ごきげんよう。